はい、制作者です。今日はですね、また植物、クリトリガーを育てるのと別に、今度はですね、ハエトリグサのですね、まあ、育てるっていう動画をですね、今日はアップしました。まあ、ハエトリグサはですね、まあ、ご存知ですね、触れるとですね、挟んでしまうっていう恐ろしいものなんですよ。ちょっとやってみましょうか。これ、1回、2回、あ2回ね、ほら、もう閉じましたね。ハエトリグサっていうぐらいですから、まあ、ハエとかですね、アリとかクモがですね、ここのですね、弁門にね、触れたら、ね、取れてしまうっていうものなんですよ。で、それでね、中でね、もがくと、どんどん締め付けられてしまって、やがては死に至ってしまうっていう恐ろしい植物なんですよ。でですね、私はね、ハエトリグサ何回もね、育てましたがね、枯らしてしまいました。ですがですね、今回ですね、すごいですよ、HB101 やってですね、生育用意です。ほら、見てください、これ。ね、なんかこれ花までね、できようとするんですよ。これなんかね、ここから見るとですね、男性のシンボルみたいな形で卑猥なんですけどね、これがね、もう少しね、成長するとね、白い花が咲くんですよ。でも白い花咲いたらね、これ栄養がね、ちょっとね、いってね、ちょっとハエトリグサ自体がちょっと枯れるかもしれませんね。あとね、驚いたことにですね、ハエトリグサの他にですね、なんと運がいいことにですね、モウセンゴケもあるんですよ。ほら、ここ。これです。モウセンゴケ。知らずに買ったらですね、運よくモウセンゴケもついてました。これ、なんか、ね、先端に白いものがついてますけどね、これちょっとほら、にょーんと、ほら、なんかね、糸引いてますかね、見えるかなこれ、ほら、このね、弁毛っていうか、なんて言うんでしょうかね。このね、粘着でね、虫を取るんですよ。これ。はい。ねえ。これも、大きくなったら、ねえ、嬉しいんですけど。はい。ということでね、まあ、ハエトリグサ、およびモウセンゴケを育てているという動画でした。